駅の前に、駅にいます。でね、これからブルックリンブリッジをね歩いて渡ろうと思うんですけども、今回はねブルックリン側ではなく、マンハッタン側から、ブルックリンブリッジね向かう行き方と実際に、ね、歩く動画を紹介していきたいと思います。それでは行きます。ちょっとね地下鉄で音がすごいんで、顔面がだいぶ近いと思いますけども、気にしないでください。それにしてもニューヨークは本当に暑いです。それでは行きます。それでは地上に出ました。いやー、まさにニューヨークという感じですね。これからブルックリンブリッジの方に向かいたいと思います。ここはもうブルックリンブリッジの入り口になっていますね。駅がそこです。で、こっちですね。今日はね、8月7日ということで本当に真夏です。ですので、ある程度のね、夏来られる方はある程度水分補給考えてくることをお勧めします。でね、入り口とかにねこういう感じで1ドルでお水も売っておりますんで、ある程度確保してね行かれることをお勧めします。今日に限ってはちょっと風が強いんでね、良かったんですけども、これが無風になったらね結構クソ暑いと思います。で、地面を見たらね、分かると思うんですけども、この左側が自転車レーンになってます。で、自転車でね、利用されてる方も多いので、歩いてると本当にいい感じにベル鳴らされますんでね、本当に気をつけてください。下手すりゃ何か言われるかもしれないですね。それではちょっと景色を楽しみながらね歩きたいと思います。またいましたね。あれもぼったくりです。気をつけてください。まさかここで会うのとは思いませんでしたけども、今回初めてですね。 CD の手売り気をつけましょう。喋ったら終わりだと思ってください。超めんどくさいです。名前教えろとかも言ってきますんでね。前回アポロシアターでも私遭遇しましたけど、気をつけましょう。日本ニューヨークで声をかけてくる人は観光客を狙ってる人だと私は思って行動してます。まあ、もちろん一概には言えないんですけどね。
で、ブルックリンブリッジはこんな感じで人も歩けるし、車も通るっていうことで、こう吊り橋なんですよね。驚いたことに。ですので、いつでもね、改修工事がやってるイメージですね。今はやってないといいんですけど、やってるとですね、結構見えるところもちょっと減っちゃったりして、ちょっと残念なんですけど、今回はどうでしょうかね。
着いたしました。所要時間にして、ノンストップで25分ぐらいですかね、駅からでブルックリン側に到着という感じでした。まあ、今回はね、マンハッタン側からブルックリンブリッジを渡ってみたという動画でした。ブルックリンブリッジはね、まあ、結構暑かったんですけども、風も強かったんでそこまですごく暑いっていう感じでもなかったですね。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。